皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は5月11日からやってきたエピック日本&アーセナルレベマ比較やっていきたいなと思います。今週は2つのエピックガチャが新登場して、日本とアーセナル合計6名を一気にこの動画1本で紹介していきたいなと思います。それこそ日本エピックに関してはログインすれば全員無料で1回は引きますので、その1回に全てを込めてエピック狙い撃ちしてみてください。まあ今週は引く方少ないと思いますけど、しっかりと比較動画持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になるなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まずは日本エピックの3人から見ていきましょうか。まずは岡崎選手、清水エスパルス版としてエピック初登場となりました。オペンスですとエディングが90超えてくるのは素晴らしいんですけど、それ以外の能力はちょっと物足りないのと、スキルも全体的に少なめなのでガチスカはちょっと厳しいかな。まあでも無料分で当てた方もいると思いますので、そういった方はですね、ぜひエアバトル系なんかもしっかり振って強みを生かすような育成をしてみてください。さあお次は A 評価、乾選手。この乾選手予想以上に強かったですね。まあ得点能力はすごく低いので、もうそこは捨てて完全にドリブラー型として育成するのがおすすめですね。スキルも実はかなり優秀で、エラシコつければ特殊ダブルタッチなんかもできますので、普通に強そうですよね。それこそこのドリブル能力と瞬発とボディコンと身長169センチを考えると、ドリブルの使用感は半端ないんじゃないかなって思ってますね。無料分で当てた方はぜひこの育成参考にしてみてください。さあ今回最後は A プラ評価、ジーコ選手。このジーコはなかなかね魅力的ですよ。レベル上限43、タレントポイント84使えますので、かなり自分好みに育成できる選手になってますね。まあナンバー10という癖強プレスタイルではあるんですけど、オペンスセンスから決定力までしっかり全部高くて、特にこういうタイプにしては決定力がすごく高くてびっくりしましたね。こういったところを見ると前目のポジションで使っていただくのがいいと思いますので、ぜひセカンドトップの位置なんかで使ってみてください。ちなみにナンバー10の公式説明はこんな感じで、あんまり前に飛び出さないようなプレイスタイルになってますね。いやでも冷静にさ、エピックとはいえこの能力で40歳、やばすぎませんか。でこちらがですね、最近出てきた週刊ルイス・アルベルトとの比較。決定力とかフリーキック系はさすがの高さですけど、こうやって見るとズバ抜けた能力の優秀さがあるかって言われると、そこまでではないのかなって思いましたね。過去版のビッグタイムと比較してもビッグタイムバージョンの方が強そうなので、まあこのジーコも無理に狙うほどではないのかなって思いますね。なので今回の日本エピックまとめると、おすすめ度星3でございます。まあジーコはやっぱり能力高いし、乾選手なんかも使いやすそうではあるんですけど、まあエピックでお金かけて狙うかって言われるとそこまでではないですよね。基本的にはファン専用ガチャになりますので、 Gリーグ好きな方はぜひこのチャンスを逃さずに引いてみてください。ではここからは後半戦、アーセナルエピック見ていきましょうか。まずは A 評価、エピックユングベリ選手。いや僕ですね、ウイレ時代アーセナル補正をかなり使ってて、このユングベリもすごく使ってましたし、ウイレ時代とアイコンが一緒だったので、それがまず嬉しかったですね。この赤髪がかっこいいんすよね。でユングベリはプレイスタイル通り分かりやすいウィングストライカーになってますので、ドリブルやクイックネスに厚めに振る育成がおすすめですね。でね、能力に関しては悪くはないと思うんですけど、適性が右しかないのとスキルがちょっと渋めですよね。スキル追加できるとはいえちょっとここは気になりますよね。まあやっぱりエピックってしっかりお金かけて手に入れるのであれば即戦力級が求められると思いますので、そのあたりも含めて今回は A 評価にさせていただきました。最後にこちらがレジェンダリー版との比較。レジェンダリーからは着実に強くなってますね。さあお次は A プラ評価、エピックメルテザッカー選手。今回注目の初登場でございます。今回はディフェンス特化型とおすすめ育成型、この2種類を持ってきました。まずこちらがディフェンス特化型。まあこれに関しては若干ネタ的な育成でもあるんですけど、実はこのメルテザッカー、ディフェンス12振りすると TS100 でディフェンスセンス、ボールダッシュ、守備意識全て99カンストするんですよね。この能力に身長198センチありますので、この圧倒的な感じはなかなか他にいないタイプですよね。ちなみに総合値的にはこういう振り方の方が高くなりますね。まあこの後いろいろ比較見ていくんですけど、中途半端にスピード瞬発に振るぐらいだったらこれくらいディフェンスに特化してもいいとは思ってますので、割とマジで育成の選択肢の一つにはなってくると思いますね。ただやっぱりちょっと振りすぎな気はするので、僕が作ったおすすめはこちらですかね。ディフェンスもしっかり振りつつ脚力に厚めに振ることで弱点であるスピードを底上げしております。
ます、まあ、スピード70乗れば最低ラインまでは上がってくると思いますし、これでも守備能力は相当レベル高いので、僕はこの育成の方が実践的なんじゃないかなって思ってますね。でこっからですね、いくつか比較見ていきたいなと思うんですけど、まずは先週登場したマルディーニとの比較。まあやっぱこう見ると身長以外きついですよね。まあこういうの見るともうディフェンスに特化しちゃってもいいんじゃないかなって気持ちにはなってくるので、マルディーニとかトミー揃ってる方は割とマジでディフェンス特化型もありなんじゃないかなとは思ってますね。そして2人目が冨安選手との比較。おかしいぐらい強いよ。やっぱりこのレベルのセンターバックと比較するとさすがに能力物足りなく感じちゃいますよね。最後にネスタとの比較はこちら。こうやって見るとまあやっぱりメルテザッカーも悪くはないんですよね。スピード瞬発は気になるものの割といい勝負はしてますので、マルディーニ、トミーあたり持ってなくてネスタなんかを使ってる方は一回使ってみてもいいんじゃないかなとは思ってますね。まあでもやっぱり気になるポイントは多いので、ビッグガチャって考えたらもう少し高いレベルを求めちゃうのかなってところですかね。さあ今回の動画ラストは S 評価ジューベルト・シューバ選手。この選手はね、今週登場のエピックの中だとズバ抜けて優秀だと思いますね。 B 固定でコンディション面もバッチリで、能力は見た通りかなり完成されてますので、現環境のアンカーの中でも最強クラスと言っても過言ではないんじゃないかなって思ってますね。ディフェンス11振りで TS100 でディフェンスセンスとボールダッシュは90超えてきますし、フィジコンスタミナも90、さらに足元やスピード瞬発も最低限はありますので、割とマジで欠点がないアンカーになってますよね。さらに見てほしいのがこのスキル構成。スルーパスだけはつけたいですけど、他の守備系スキルで欲しいものは全部持ってますので、この完成度がまさにエピックって感じですよね。やっぱりエピック引くならこれぐらいの完成度の選手求めちゃいますよね。さあそしてこちらがレジェンダリー版との比較。レジェンダリー版と比較しても全体が上がってる上にブロッカーもついたので、これは超強化でいいと思いますね。そして最後ロドリとの比較でございます。皆さんこれが見たかったですよね。足元パス系ディフェンス系はロドリで、スピード瞬発やフィジカルはジューベルト・シューバー、まあ、若干タイプは違いますけどブロッカーの有無なんかもありますし、これで B 固定ならロドリと並んでトップクラスであることは間違いないんじゃないかなって思ってますね。まあ、やっぱりこのシューバーは文句なしで万人受けする優秀な選手だと思っております。まあ、でもあえて厳しいことを言うのであれば、今のライブアップデート環境だったらロドリが相当ライブアップデート安定してますし、それこそ C 固定になっても波小さいの C ってほぼ不調以下にならないので、 B 固定のありがたみって実はウイレ時代よりもだいぶ少なくなってるんですよね。まあもちろんね、 B 固定アンカーって貴重ですし、ジューベルト・シューバー狙いたいところではあるんですけど、無課金美課金の方からしたらロドリがいれば十分なところはあるんじゃないかなって思ってますね。ということでラストまとめると、このガチャのおすすめ度星 3.5 でございます。見たらわかる通りジューベルト・シューバー相当魅力的ですけど、どうしても1点狙いチックになりますのでちょっとおすすめしづらいかな。まあ結構課金できる方はジューベルト・シューバー引いたら即撤退で勝負してみるのもありかなってところですかね。まあ近いうちにルンメニゲの再登場も確定しましたし、そこも踏まえると今週のおすすめ度はそこまで高くないのかなって思いますね。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ロドリとの比較だったりとか、メルテザッカーのセンターバック比較、しっかり役に立つ情報はお届けできたんじゃないかなって思ってますね。まだまだいろんな動画投稿していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。